作中佐とインターチェンジは、長野県作市にあるインターチェンジである。進捗活方式によって整備され、無料で利用することができるため、料金所は存在しない。また、IC 内には、入り地の作小諸 JCT 方面と八千歩高原、インターチェンジ方面の分岐部、及び、デジの合流部において、作中佐とランプ信号が設置されている。建設中の箇所は、 中佐都インターチェンジだった。中部横断自動車道のインターチェンジ及びジャンクション等の名称について、2018年3月20日閲覧。中部横断自動車道の直轄高速区間として初の開通区間となる、佐久小室 JCT から、佐久南インターチェンジ間が3月26日に開通します。国土交通省関東地方整備局。 2018年5月30日閲覧。中部横断道八地歩高原インターチェンジ作南。インターチェンジ開通は4月28日18時。切り替え工事のため4月22日から、作南インターチェンジ作中里インターチェンジを通行止め。2018年3月20日閲覧。E52、中部横断自動車道八地高原インターチェンジ。 久南インターチェンジ平成30年4月28日18時に開通これに伴い久南インターチェンジの切り替え工事のため久南インターチェンジ久中里、インターチェンジの終日通行止めを実施します。国土交通省関東地方整備局2018年3月20日閲覧中里バイパスが全線開通します。 2021年3月13日閲覧。ありがとうございます。